イオンスタイル出雲で行われた不審者対応訓練には、出雲、大田、益田の3つの店舗の従業員と出雲警察署員およそ40人が参加しました。訓練は営業時間中のフロアに刃物を持った不審者が現れ、買い物客を切りつけるという想定で行われました。従業員らは110番通報した後、警察官が臨場するまでの間、カートなどを使って犯人の逃走を阻止するなど連携して行いました。カートで押さえている間の時間というのをすごく長く感じましたので、もしこういうのがあった場合は躊躇なく連絡するということが大切なのかな。また警察は不審者を見つけた際は客と従業員の命を最優先して対応に当たってほしいと呼びかけました。